俳句チャンネル、俳句の鑑賞をしています。今日の一句はカナカナの玉降るばかり加賀の国、田島和夫。季語カナカナ、日暮らし、秋です。室生犀星の天の虫という詩をご存知でしょうか。カナカナ虫は天の虫、泣く年見れば天井にカナカナカナと寂しきものを。日暮らしが鳴くのは残暑の頃です。子供たちにすれば夏休みも終わりに近づき、海や波が高くなり、クラゲも出始めて、海水浴もそろそろおしまい。宮の境内で捕虫網を構えれば降るような日暮らしの声がします。夏という最も命にあふれた季節も終わり、これから季節は下り坂へ向かいます。その物悲しさにはいつも日暮らしの声がこだましていました。記憶にすり込まれた日暮らしの声は、再生が言うように悲しいものでしょう。こちらの俳句は、かなかなが玉振るばかりとひらがなで表されています。これは魂を振らせる振る、あるいは震わせる振る、どちらとも受け取ることができそうです。俳句の場合、このようにどのようにも解釈できる表現というのはあまり適切ではないと言われています。短い定型詞ですので曖昧になってしまうことが多いからです。しかしこの句の場合、意図してそのようにされているようでもあり、曖昧さもなく、むしろ二通りの解釈を重ねてより深さを増しているようです。一つには魂を震わせるように泣いている日暮らしの姿です。日暮らしを実際目にすることは難しいと思いますが、セミは体を振動させて鳴くということは知られています。ですからその姿を思い、斧が身をゆすり魂を震わせるばかりに泣いている、そのように言ったのでしょう。もう一つは、天井から鳴き声が降るようであることから、あたかも日暮らしの魂が降り注いでいるようだと受け取ることもできます。いずれにしても作者の深い考えから生まれた言葉です。日暮らしの声を聞きつつ、その寂しい響きに作者自身の心が震えたのでしょう。魂を揺さぶられるような感動がこの句の根底に流れていると言えるのではないでしょうか。この地は加賀の国でした。加賀百万石の領地は今も米どころとして知られ、万華から初秋にかけては見渡す限りの金色の実りだを目にすることができます。何もない、ただ稲穂の波が押し寄せてくるばかりです。その景色の中で天井から降るような日暮らしの声を聞いているのでしょう。この句の作者は実は加賀の出身です。この風景はおそらくふるさとの懐かしい景色だったのではないでしょうか。そのように考えると、この玉降るばかりという言葉にはさらに深い思いがあると想像できるでしょう。もしかすると裏本で墓参りに来ていたのかもしれません。今は亡き家族を思い出して胸が熱くなったのかもしれません。カナカナ虫は天の虫、死者の魂が心に降り注ぐように作者に語りかけていたのでしょう。皆さんはどのようにお読みになりましたか。今日の一句は、カナカナの玉降るばかり加賀の国、田島和夫でした。それではご見聞を。